い、それでは本日は2級建築施工管理士の学科試験平成27年問い17番について解説していきたいと思います。給排水設備に関する問題ですね。給排水設備工事に関する記述として最も不適当なものはどれかという問題です。1番、給水タンクの容量は1日の予想給水量をもとに給水能力や使用時間などを考慮して決める。これはですね、まずこの給水タンクというものなんですけども、受水槽のことと思っていただければいいです。まあ、受水槽とはですね、多くの水を貯めておく場所として使われるものです。これはですね、写真を見ていただきたいんですけども、マンションとかの奥にあるこのような、この奥まったというか外にあるこのようなものを、受水槽と言います。多分見たことあると思うんですけども、これのことですね。このような感じで受水槽があって、まあ、マンションの、各居室に、水が出るようにしているということですね。これが受水槽ですね。で、この受水槽にはですね、1日に使用される量を考慮して給水能力と使用時間を決定するということが定義付けられています。一般的に1日に使用する量は10分の4から10分の6を容量とするということですね。で、今回の問題に戻ると、1日の予想給水量をもとに給水能力や使用時間などを考慮して決めるということなので、この1番に関しては合っております。そして2番、飲料水用の給水タンクは外部からのタンクの天井、床及び周壁の保守点検を行うことができるように設ける。これはですね、この絵をご覧いただきたいと思うんですけども、これは屋内の、マンションとかの中に設置した場合の受水槽です。まあ、狭いと点検ができないので、このように、下が60センチ、もう横が60センチ、上が100センチと決まっております。なので、このように保守点検できるように各寸法を定めて、このように、設置をしなきゃいけないというルールが決まっているので、この問題に関しては、合っております。そして3番、トラップは排水管内の空気を流通させて換気を行うために設ける。まずこのトラップというものは何かというと、悪臭や逆流を防ぐために屋内に侵入させたりしないことを、排水トラップと言います。なので、これに関しては、まあ、見たことあると思うんですけども、このような S 字とか P 字とか U 字、まあ、折り曲がっているようなものを、トラップと言います。で、今回の問題に関しては、空気を流通させてって書いてあるので、このように悪臭を屋内に侵入させないことが本来の目的であるので、この3番に関しては間違っています。そして4番、地中埋設配管においてマスを設ける場合、薄いマスには泥ダメを、薄いマスにはインバートを設ける。この問題は結論からと合っております。まずこのマスというものなんですけども、これは多分見たことあると思うんですけども、外にはこれをちょっと見てもらいたいんですけども、これが薄いマスですね。これ多分見たことあると思うんですけど、これはですね、点検口ですね。ちゃんと水が流れているかどうかというものを確かめるものです。これが薄いマスの中身ですね。このように、下にちょっと泥ダメというものが、設けられているんですけども、これは、後で解説していきます。あとはですね、もう一個、これは、薄いマスなんですけども、もう一つは汚水マスの方を見ていただきたいと思います。中身なんですけども、このような感じになっております。インバートというものを設けて、います。これが、汚水マスの、中身ですね。ではこれは何かというと、まず泥ダメというものはですね、この薄いマスには、泥ダメと書いてあるんですけども、この泥ダメというのは、泥が管内に、混入しないようにする構造ですね。こう水が流れ、薄いマスから、水がこう流れていくのに対して、泥が混入した時に泥を下に溜めて水だけを、流していくというこのような構造になっております。そして次にインバートというものはですね、排水中の汚物がこの管内に停滞しないようにこのような構造になっているということですね。これをインバートと言います。今回の問題に関しては、泥ダメとインバートは薄いマス、そして汚水マスに取り付けるようにするという問題なので、この4番に関しては合っております。以上のことから今回は3番が間違っているので、3番が答えとなります。